こんにちは。映画翼は心につけてでデビューした後、映画遠雷で日本アカデミー賞をご受賞。さまざまな場で活躍する日本の女優石田絵里さん。そんな彼女ですが、ウルトラマン80と釣りバカ日誌を途中降板されています。それにはある事情が関係していたようです。今回は石田絵里さんのウルトラマン80釣りバカ日誌途中降板の訳とライズアップでダイエットに成功したこと、結婚相手と離婚理由などをまとめました。ぜひ最後までご覧ください。石田絵里さんは1960年11月9日熊本県八代市で生まれました。1978年 TBS 刑事犬カールに顔を出した後、バラエティ番組笑って笑って60分の中のコーナードラマ哀愁学園に準レギュラーで出演。同年映画翼は心につけてのオーディションに合格し、ヒロインの鈴木麻人を演じスクリーンデビューを果たしました。1979年に高校を出した後、青春テレビドラマ体験時代にレギュラー出演。その他家族サーカス、例えば愛、ウルトラマン80などテレビドラマで活躍。1981年は遠雷で主演を果たし、この作品で日本アカデミー賞の主演女優賞と新人女優賞を受賞しました。そして1998年より釣りバカ日誌シリーズにおいて主人公浜ちゃんの妻美智子さんを演じ、人気を博していきました。そんな石田絵里さんはこれまでに2作品を途中降板しています。まず1つ目がウルトラマン80の第43話です。ウルトラ星から飛んできた女戦士を持って途中降板しました。理由は2013年に角川書店から刊行されたウルトラマンヒロインズの中にあり、インタビュー記事で石田絵里さん本人が降板理由を語っています。当時の石田絵里さんは周りからウルトラに最後まで出演すると耐性しないというジンクスを聞かされていて、それを気にしすぎてしまい自分から降板させてくださいと申し出たといいます。するとあっさり承諾された上に、あまり時間を置かずに主役の白の笑み殉職編を作っていただいて、あまりの待遇の良さにむしろ恐縮しましたとのことです。一度降板した後はウルトラに最後まで出演したとはならないので、ジンクスを回避したと考えていたらしく、その後ウルトラシリーズに呼ばれたら出演を承諾していたようです。白の笑み殉職星涼子登場のエピソードは急ピッチで作られているみたいですから、涼子は笑みを助けられなかったのか的な感想も目にしますが、これは大人の事情でどうにもできなかったと思います。そして2つ目が釣りバカ日誌です。石田絵里さんは1988年から1994年まで国民的人気映画釣りバカ日誌シリーズに主人公浜ちゃんの愛妻美智子さん役で出演し、人気を博していました。石田絵里さんのスタイルの良さと愛くるしい笑顔は映画ファンだけではなく大御所の出演者まで魅了してしまいます。そのうちの一人が浜ちゃんのパートナーである社長のスーさんこと三國連太郎さんです。石田絵里さんの突如の降板は8作目でした。石田絵里さんに代わったのは演技もラブシーンも心もとない浅田美代子さん。その急な降板の原因として伝えられているのが三國連太郎さんです。映画公開当時すでに還暦を迎えていた三國連太郎さんでしたが、石田絵里さんにかつて愛した魔性の女太地喜和子さんの面影を見たのか猛然とアプローチしたそうです。しかし石田絵里さんはあっけらかんと無視。すると三國連太郎さんは可愛さ余って憎さ100倍だったのか、制作サイドに圧力をかけて石田絵里さんを下ろしたといいます。見方を変えれば石田絵里さんがそれほど肉感的で男性を包み込むような魅力があったということでしょう。しかし三國連太郎さんといえば、女性を暴行する役の時はリハーサルから本気で暴行していたそうですし、ベッドシーンでは前張りを外させたり、数々の女優を口説き落とした一面でも有名な方ですから、
石田恵里さんの判断は正しかったと言えますね。三国連太郎さんにおじけづかず、はっきり断った石田恵里さんはすごいですよね。そんな、とても魅力的な女優、石田恵里さん、映画、遠雷、でもその魅力を存分に発揮しています。大手映画社会が低迷していた1970年代後半から1980年にかけて、数々の名作や問題作を提供したのが、日本アートシアターギルドでした。その名作の一本が、1981年の遠雷。都市化が進む宇都宮で、農業を営む青年の赤裸々な日常を描いた作品です。根岸吉太郎監督の作品で、今までは農業を営んでいる俳優長嶋俊行の出世作であるとともに、その母性あふれる体を惜しげもなく晒した女優石田恵里さんの代表作でもあります。当時の石田恵里さんは25歳。その後は個性派女優として活躍するだけではなく、篠山紀信さんやヘルムート・ニュートンさんなど著名なカメラマンによるヌード写真集が話題となりました。これまで順風満帆な人生を送ってきた石田恵里さん、ご結婚はされているのでしょうか。調べた結果、結婚も離婚も経験しており、現在は独身です。そのお相手はあの西城秀樹さんや桑名正宏さんのサポートバンドを務めたミュージシャンの吉野藤丸さんです。二人は1985年に結婚され、1990年に離婚しています。結婚生活は長く続かなかったようです。理由を調べてみましたが、お互いの性格が合わなかったのではという不確定情報以外見つけることができませんでした。これほど素敵な女性ならすぐにお相手が見つかりそうですね。ですが離婚後の石田恵里さんには、三国連太郎さんをはじめ萩原健一さんなど言い寄った男性は数知れずいます。しかし石田恵里さん本人は極めて男前な性格のようで、浮いた話も聞くことはありませんでした。石田恵里さんはその後も女優として、自分が気に入った役ならばメジャー独立系に関係なく出演しました。ドラマにとコンスタントに活動を続け、新歌舞伎座開場5周年記念 GS 近松商店や映画シネマの天使、流れ星が消えないうちに、美しい人など充実した女優生活を送っているようです。女優として充実した日々を送っている石田恵里さんですが、子供時代は辛い過去をお持ちのようです。石田恵里さんは片親育ちで、小さい頃は児童養護施設に預けられていました。寂しい毎日を過ごしていたのではないのでしょうか。ただ元気に明るく育ったと石田恵里さんは自身を語っていて、辛い過去をうまく消化できているようでした。そして土日は親の元に帰ることができ、それが楽しみだったので不幸の中の幸せだと語っています。辛かったことをポジティブに捉える前向きさが子どもの頃から習得していたようですね。きっと前向きに活動する原動力は、子どもの頃に苦難を乗り越えたという人間力ではないでしょうか。さすがに50歳半ばになると体型の変化に戸惑うことも増えてきた様子。もう一度グラビアがしたい。私が若い頃は56歳というのは先が見えていて、人生も見えていて、ほとんど新しいこともないかなと思ったりしていた。でも実際にこの年になると、まだ自分の気持ち次第ではもう一回青春みたいな気持ちになって、若い頃にできなかったことにも挑戦できる。人生100年時代と呼ばれる現在、まさにチャレンジに限界はないということでしょう。若い頃から脱ぎっぷりのいい女優と評価された石田恵里さんらしく、チャレンジはグラビア撮影だったということですね。ライズアップでダイエットというと厳しいメニューをこなさなければならないというイメージがありますが、どれだけの効果があったのでしょうか。約3ヶ月のトレーニングで、ウエストはマイナス 14.5cm、 体重は 54.5kg から 49.4kg で 4.9kg 減、体脂肪は 23.9% から 17.8% と、見事成功したのです。3ヶ月で体重は約 5kg と標準的な減量だと思いますが、ウエストが 15cm 減ったというのはすごいことですね。体脂肪率も 6% 減っています。筋肉量はそのまま、脂肪分が軽減されたという
理想的なダイエットだったのではないでしょうか。ダイエットの成功について石田恵里さんは以下のようにコメントしています。可能性は自分が信じる限り開いている。まだ捨てたもんじゃない。みんな50代からもう一回青春しようよ。心に響きますね。我々も恐れずにチャレンジをし続けましょう。また今後やりたいことについて問われると、恋人ですとにやりと微笑みました。しかし大丈夫ですかね。離婚してからやってない30年ぐらいですかねと不安もあることを明かしています。何度かは恋の予兆はあったものの、一回会ったぐらいで違うなって分かっちゃう。それでも予感はないですけど、あるかもしれない。そういう時は体ごとイエイと手に入れた美ボディと共に体当たりで久しぶりの恋を楽しむと前向きな姿勢を見せていました。今後新たに石田恵里さんの熱愛報道が見られる日が来るかもしれません。いかがでしたか。前向きで素敵な石田恵里さん、今後の活躍に目が離せませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。